10年前、火星で発見されたパンドラボックス。謎の物体から発生した巨大な壁は、我が国を東と西と北斗の3つに分断し、人々を襲う未確認生命体スマッシュを生み出した。その脅威と戦う戦士を人はこう呼んだ。さあ、実験を始めようか。最強の IQ を誇るその男の正体は、天才物理学者。すごいでしょ、最高でしょ、天才でしょ。全ての物理法則を知る彼自らが実験を繰り返し、日々発明品を作り出す。その名も飛龍セント。そんなセントに東都政府から託された使命。君にやってもらいたいのはこいつの解析だ。それは全ての厄災の根源であるパンドラボックスを解明し、未確認生命体に市民が襲われる事件が相次いでますよね。世間を騒がすスマッシュの謎を追うことだった。試しにうちのテストを受けさせたところ、全問正解でした。しかし、天才にさえ解けない謎があった。それは自分自身の記憶。お前の失われた二十何年間の記憶。喫茶店のオーナーに拾われたセントからは、異形の怪物ナイトローグ以外の記憶が全て消えていた。そしてセントの記憶の鍵を握るのは一人の脱獄犯。殺人犯のユウを捕獲しに来たんだよ。万丈龍が。俺は誰も殺してねえ。セントの失われた記憶の真相が一つ解明されるたび、彼にまつわる新たな謎が生まれる。浄化できるのは私だけ。私にはそういう力があるの。スマッシュの邪悪な成分を浄化できるミソラの不思議な力を借りながら真相を究明するセントのもう一つの姿、それこそが変身仮面ライダービルド。全ての謎を解き明かし、悪魔の陰謀を破壊して新たな正義をビルドせよ。勝利の法則は決まった。新番組仮面ライダービルド、9月3日日曜朝8時スタート。